皆さんこんにちは、簡単ビューティーレッスンのみゆきです。こちらの動画では、美容の情報や、私が個人的に使っている化粧品、メイクの方法や健康の情報などについて簡単に分かりやすくお伝えしていきたいと思います。で、本日のテーマは、表皮幹細胞についてです。簡単にと言いながらちょっとかなりマニアックな内容にはなりますので、今回も前編と後編に分けて、ご紹介したいと思います。で、まずですね、幹細胞2つ種類がありまして、表皮幹細胞と真皮幹細胞があります。で、今日は表皮幹細胞についてです。で、こちら、皮膚断面図を見ていただきたいんですけれども、皮膚には表皮、真皮、皮下組織と3つ、層がありまして、この表皮の下、ここ、基底層にこの表皮幹細胞は存在します。で、この表皮幹細胞は年齢を重ねることにより減少していきます。で、減少することでターンオーバーに時間がかかり、皮膚が作られるスピードが遅くなります。その結果、肌のごわつき、くすみ、化粧品の浸透の妨げなどにつながってきます。で、この表皮幹細胞の役割について、ちょっと分かりやすかったので、また資生堂さんの資料より抜粋しますけれども、1、表皮幹細胞はヒアルロン酸を生み出す能力が高い。2、表皮幹細胞はヒアルロン酸を表皮に留めさせる能力が高い。3、通常は、紫外線や加齢などにより基底膜が分解されていくが、基底膜の分解を抑えると表皮幹細胞の減少を抑制できる。4、基底膜の分解を抑えると表皮のヒアルロン酸が増加するということで、基底膜の分解を抑えましょう。そして、表皮幹細胞を元気にさせて、ヒアルロン酸を生み出したり、ヒアルロン酸をここにしっかりこう留めさせていきましょうということで、つまり、老化をしてしまったお肌をもう今更遅いわって諦める前にですね、若々しく美しい肌にしていくために、表皮幹細胞を活性化、または細胞の減少を抑制させる必要性があります。で、最近ね、先ほど冒頭でもお伝えした通り、幹細胞コスメっていくつか店頭で見ることもありますけれども、じゃあ表皮幹細胞に影響を与えるものは何かっていうところで、大きく4つ、ご紹介したいと思います。では、表皮幹細胞に、働きかける成分として1つ目、リンゴ果実培養細胞エキス。こちらは表皮幹細胞の機能を活性化させます。幹細胞増殖能力の維持、紫外線からの幹細胞の防御、老化遅延効果、抗しわ効果などがあります。で、今リンゴ果実培養細胞エキスって調べると、いくつか、化粧品というのが出てきます。2つ目、資生堂さんの独自の成分で表皮幹細胞を減少抑制させる成分というのがあります。で、よく化粧品のパッケージとか見るとですね、なんとかなんとかコンプレックスとか、なんとかなんとか EX って書いてあって、なんだかよくわからないことが多いんですけれども、こちらもですね、いくつかのその成分を複合させて効果をもたらすということで、こちらの成分は、ダブルステムコンプレックスの中に、幹細胞に働きかける成分、イノシトール、ムクロジエキス、ウコンエキス、グリセリンなどが含まれていますと。で、商品としてはこういうですね、エリクシール、シュペリエル、エンリッチドセラムの中に含まれているみたいです。ということで、前半はですね、表皮幹細胞の役割と、あとはどういった成分があるかって2つ。で、後半はですね、あと2つの成分と、あと、最後私の見解、私はこう思いますということを、お伝えさせていただきたいなと思います。